やっぽーん、竹田しおりでドライブだぜ。今日は今からこの放置された長い髪をメンテナンスちょっと切っちゃう。もうどのぐらい切るかわかんないけど、私はクセっ気だから肩ぐらいとかにしちゃうと、もうみんな自由放題しすぎるので買って売りはしたい。じゃああんま変わらないんじゃないっていうことだけど、でもやっぱりもう私はブローとかコテとか巻きたくないからさ、楽な方法で過ごせるやつでお願いしようと思う。多分色は変わらないと思う。あんまりちょっと赤みを抜くとは思うけど、伸びてきたらわかるもんね。あんまりさ明るくすると、でまたそれをさ染めにメンテナンスしに行くのが too pain in the neck なのね。そうマジ髪の毛メンテナンスもマジ久しぶり。いつぶりかしら。もう半年は余裕のよっちゃんで、今日はね天気がいいの、すごくいいのよ。今日の最高気温は22度だって。とうとう来たか、22度でこんなに盛り上がるんだぜサンフランシスコって。30度とかになる時はあるのかしら。まあ9月10月は一瞬昼間なるだろうねって感じ。うん、そう。でも夜はやはり、上着がないと無理だよ。混んでる。半袖の人もいる。でも夕方から絶対無理。私が行ってる美容室は、まあ、友達がやってるんだけど、ジャパンタウン嫌いだからジャパンタウンにあるとこ行かない。やっぱ日本人みたいになんか繊細な人にやってもらいたいじゃん。あとはまあ私がアジア人だからさ、やっぱそのアジア人の髪をいじくったことがある人がいいじゃんね。まあそしたら基本もう必然的に日本人のヘアアーティストにやってもらうのが一番なんだけどさ、そしたらジャパンタウンとかになるじゃんね。でも私嫌だから。でもジャパンタウンじゃなくて普通になんかダウンタウンに友達がねやっててね、美容室を。でそこで切るようにしてる。その子と出会うまでの1年ぐらいはこっちで切らなかった。もうずっと放置。トリートメントもせず、カラーリングもせず、まあ日本に時々帰る時にリタッチだけとかしてたけど、だからなんか全部染めるとかそういうことはしなかったのね。そうなのよ。そしたらもう気づいたらこうなって、こんぐらい長くなっちゃったよね。もうだからおへそだからさ、おへその穴ぐらいなのよ今。で後ろの方はもうちょっと長くて腰みたいになるじゃん。だからさ、もうこんなにいらなくないっていう、なんかロングヘアにしては余分だなって思うわけよ。でもちろんロングヘアって私にとっては扱いやすいんだけどさ、結べやばいいから、
それにしてもちょっと長すぎて、結べばいいからの結ぶことがちょっと大変になってきた。あの髪の毛多いからさ、お団子とかしようもんならゴムの方がもうどんどん伸びていくわけ。そうなんだ、ゴム切れたりさ、ゴムがディローンってなったりとかしてくるから、あのね、ちょっともうね耐えられなくなったっぽい、お団子するときはね。だからまあどうせお団子したりとかたまにおろすぐらいだから、でコテも巻かないじゃんね。そしたら別にこんなに長い必要性は全くないよねっていう。まあでもいつもボケーっとしてるから長くなっちゃうんだけど。そうなのよ、もうさ若くないからさ、スーパーロングヘアに しなくったっていいのよね。まあ、若くてもしなくてもいいんだけどさ、なんかさもうさおばさんでさ髪の毛長いとさ、もうなんかちょっと痛くない？私、まあ私は痛いと思うんだよね、私が伸ばしたらね。こんな性格だしね、髪長いけど女の子らしさは全くないからね。ノーノー女子力だよ本当に。髪が長いだけでもメンテナンスしないからボサボサ、なんだそれっていうね。本当よ、もうちょっと切っちゃう、傷んでるしね。もうなんかのりかちゃん人形みたいな感じ。そう、もうすぐ私こういうパサパサなさ髪質になるよね。本当にアジア人ですかって感じだもんね。髪の毛いじってくれる人が、ま、毎回言うよ。でもみんなわざわざこういう風なパサパサにするんだと、あの何外国人みたいだからと思って、いや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 、キューティクルある方がいいやろと思うけどね、マジで。もう私のキューティクルは Where is it?じゃあ車止めれよーん。すぐ止められればいいけど、そうもないのよね。ほら見ろ、中途半端なところに止めやがってまったく。ブルルンブルルン、何やってんだこの人は。何してるのこの人。あとは車止めてるだけで面白くないから、これで終わります。じゃあね、バイバイ。ハロー、髪切った。髪切ったよ。ちょっと短くなってない？だいぶ軽い。もうこれで肩こりと頭痛なくなるかなって思ってるけど、うん、結局ねリタッチせずにね、ジェントル的なブリーチっていうのがあるのね。でカラーで一番明るいのだと理想に近づけないから、ジェントル的なブリーチをなんか、オンブレ的な、オンブレってこ
こっちではオンブレって言うけど、日本だと何？グラデーションカラーかな。そう、生えてきても分かんないようにと、ハイライトみたいなのをなんかやったのね。よく分からない、やったのは私じゃないから、なんかもうじゃあそれでこうお任せみたいな感じで言ったから結構明るくなったよね。なんか夏、この夏はさ、暑いところに旅行行ったりとかさ、あのそういう出来事、行事があるから、ちょっとはっちゃけても、はっちゃけ、明るくてもいいかなって。でも私がズボラなの知ってるからさ、あのブローしないでいいようにと、髪も乾かさず寝て、ワックスもつけなくて、それでもまあなんとか様になるっていうやつにしてって言って、そしたらそういうカットにしてくれたのね。あのね、乳首まで行かないぐらい長さ、行くかな、ギリ行くかなぐらいの長さになっております。で、今までは髪が長すぎてさ、こうやってかき上げてもさ、もうちゃんとこうやってなんなかったのね。髪の量が多いのに、なんかボリュームがあるようでないみたいな、意味わかんない感じになってたから、これで問題解決。久々にすっきりしたね。まあ、ずっとほっといとったからな、ほんとよかった、よかったって感じ。ほんとやらしすぎでしょ、皆さんクラクションをね。誰が鳴らしてるの？すごい短気ね。まったく。おしっこ漏れそうなのかな？でいつも思うんだよね。すごいさ、あの急いでてさ、プープープーとか鳴らしてる人とかいるじゃん。ムカつくじゃん。その人見てるだけでも。けどなんかそんなただ怒りんぼのせいで私がイラつくのもイラつくからさ、おしっこしたいんだなって思って、じゃあ仕方ないね、お気の毒って思うようにしてます。勝手にね。そうよ、なんかさ、髪色さ、アッシュっぽくさ、青っぽいの入れたりとかさ、あの赤みを抑えてくれたんだけど、ダブルで。けど今私赤いよね。 Go ahead Go ahead Oops。 いや、私今オレンジだよね。テレビがね、全然あれじゃん。わ、こいつ行った。
今日めっちゃ晴れてる。本当にね、今夕方の5時なんだけど、ほら半袖でもいいぐらいだよ。ちょっとやっぱあの日陰に入ると風は吹いてるから、うるさいね。このぐらいうるさいよ、外はいつも。聞こえてるかな。そうです。ああ髪がボサボサになっていく。またプップ言わしてる人いる。マジか。この人か。なるほど。ごめんね、変な人いたから。やっぱ寒いね。ちょっと日差しはあっても、あの風が冷たい。なので閉めます。これで雑音ともさらばだぜ。今日の晩ご飯は何にしようかな。冷蔵庫の整理だな。そうしよう。なんか何も考えてないとさ、冷凍庫がさ結構いっぱいになってくるじゃん。ちょっとお肉が余りましたとかさ、ちょっとかぼちゃ冷凍しとこうとかさ。だからさ、そうなのよ、冷凍庫が無駄になんかちっちゃいのがちょこ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 ってなんか冷凍されてるのね。今日はちょっとその子たちをどうにか、もう何が冷凍庫に入ってるかさわからない。あのうち冷蔵庫大きいからさ、大家族なのっていうぐらいのでかさがあのアパート自体についてるのね。そうなのよ。それで何が入ってるか分かんないってことは、結構いっぱい誰かがいらっしゃるってことよね。だから今日はその人たち料理しなきゃ。 Yes、 うん、そうする。じゃあまあ今日はこの辺で髪切りましたよっていう動画やねんな。うん、関西じゃないです。じゃあねー、バイバーイ。